正直バルセロナよりね、組織的に攻撃も守備もやってたような気がして、バルサがマドリーっぽくなってって、マドリーに結構チームとしての一体感みたいなのが出てきつつあるので、この立場逆転現象みたいなのが面白いなと思いました。そして次節第3節の相手は Really want my way I wave I wave I just football radio Let's play favorites どうも IG でございます。本日なんですけども、マドリード勢のリーガ第2節の方を振り返っていこうかなと思います。振り返り動画ってね、結構速さが命だと思うんですよ。なのでね、こんなに遅くなってしまい申し訳ないと言いますか、本当はね昨日上げたかったんですけども、一人でやってるんでね、キャパに限界がありますので、まあちょっと今回はね水曜日に上げるということになってしまいました。今後もこのようなことってきっとあると思うんですよね。遅くてもいいからバルサとかユナイテッドとかね、単独で上げてる動画たちみたいに濃くやってほしいか、早く動画出して一緒に気持ちを共有しようよみたいな、どっちがいいのかっていうのが正直わかんなくて、僕自身結構考えております。僕の気持ちとしましてはね、昨シーズンの途中、今年の1月からアトレティコとマドリーの方もね、ずっと振り返り動画を出し続けていますので、今後も続けて出す予定ではありますが、その辺の意見の方ちょっと皆様本当に聞かせてください。マジで動画出すのが遅くなってしまったんで、再生数が激減するんじゃないかと不安なんですけども、振り返っていこうかなと思います。それでは行きましょう。Let's go! まずはアトレティコということで、対戦相手はプレシーズンでインテルに快勝し、プレシーズンから数えますと9戦負けなしという絶好調なビジャレアルが相手でございました。結果は2対0でアトレティコはホームでビジャレアルに負けてしまいました。前節のアトレティコはチームとしてのまとまりが素晴らしく、前節では3対1と快勝していたにもかかわらず、第2節でいきなり好調だったとはいえ、ビジャレアルに負けたというのは意外でした。さあ試合の方を振り返っていきましょう。第1節と違うメンバー変更は、前回サウルが左ウィングバックだったんですが、今回はカラスコが左ウィングバックを務めておりました。まず前半、ビジャレアルはかなり時間をかけてボールをつなぎ、相手が前がかりにプレスをしてきた時に前線の選手の裏抜けを狙ったり、1対1の局面を作ったりと、かなり時間をかけて攻撃してました。そんでね、1対1をする選手というか、まあボールが集まっていた選手というのは、前半のうちはジェラール・モレノではなく、どちらかというとジャクソン選手の方にボールが集まっていた印象があります。ビジャレアルは時間をかけて攻撃していたこともあって、アトレティコよりはチャンスが多かったんですけども、なかなか得点に至ることはありませんでした。そしてアトレティコは前節に引き続き細かくボールをつないでいって、前線の選手の裏抜けを狙うサッカーをしてました。特にモラタにはチャンスがあったんですけども、チャンスというよりかはまあシュートを打てる機会というか、モラタにキーパスが行く機会は多かったんですが、あんまり数は多くなかったと思います。加えてビジャレアルはアトレティコのね裏抜け対策をバッチリしてたので、ビジャレアルは中央でボールを持たせないようにし、アトレティコの攻撃陣をサイドに追いやっていた印象です。そしてなんだかんだビジャレアルがめちゃくちゃボールを保持し、時間をかけ攻撃しつつバチバチに守り、それをアトレティコは崩すことができず、前半が終了してしまいました。後半へ行きますと、後半序盤はアトレティコがペースをつかみ試合が進んでいましたけども、ビジャレアルは前半同様かなりしっかり守っており、結果的に気がついたら後半もね前半と同じような展開が続いてました。強いて言うならビジャレアルはね、前半よりも時間かけて攻撃していたような気がします。トレティコのチャンスとしては、フェリックスが下がってボールを受けに行って、マルコス・ジョレンテが裏抜けを狙ったりしてたんですけども、センターバック2人に阻まれており、すぐシャットアウトみたいな感じが続いてましたね。そしてね、試合がなかなかうまく進まないので、グリーズマンとデポールが途中出場しました。グリーズマンはね、この髪型どうしちゃったんだろうって思っちゃいましたよね。似合ってる、まあベストではない気はしますね。そしてグリーズマン早速入ってきてね、前節で決めたようなロングシュートを打ってたんですけども、まあ特に決まることもなく、なかなか状況は変わらず、縦に速いコレアとクーニャが入ってきました。その交代策が決まったからか、早速カウンターみたいな形でクーニャに決定機のチャンスがあったんですけども、結局得点するまでには至りませんでした。あれをもし決めてたんであれば、まあアトレティコは勝ったんじゃないかなと思います。そしてビジャレアルがセットプレーを行い、そのこぼれ球をモリーナがクリアしようとしたんですが、そのクリアの威力が非常に低く、それをピノがそのまま拾ってしまい、ビジャレアル先制となってしまいました。その後アトレティコはね、点を取るために激しい波状攻撃を見せていたんですが、
ビジャレアルのゴールキーパーが神セーブを連発してしまい、同点に追いつくことができず、アトレティコの攻撃は続いたんですけども、前のめりになってたんで、カウンターみたいなのがね、決まりそうになったり、モリーナが退場してしまったり、先制されたことによってね、かなり難しい状況が続きました。しかも先制された時間がね、70分とかだったから、結構終盤だったんで、かなり焦ってたんじゃないかなと思います。そして最後の最後に、これまで決められそうだったカウンターの方、ジェラール・モレノに決められてしまい、モレノのクソみたいなパフォーマンスを見せられて、結果的に負けることとなってしまいました。第一節がかなりうまくいっていたので、この負け方というのは悔しかったんじゃないかなと思います。先制されたのがね、本当に遅い時間だったんで、終盤はマジで前がかりになって、ビジャレアルはね、そこをカウンターで狙っていくという感じで、試合巧者というか、さすがエメリだなと思いましたね。まあ、結構モリーナ君はね、1点目の失点に絡んで、レッドカードで退場してしまいましたので、かなりメンタルに来てるんじゃないかなと思います。モリーナの気持ちもわからなくはなかったんで、早くしろよみたいなね、気持ちはすごくわかったんで、致し方ないかなとは思います。まあ、モリーナ君ね、間違いない選手だと思いますので、出場禁止期間が終わったら、もう一回ぶちかましてくれたらいいんじゃないかなと思います。そしてクーニャもね、入ってきてから一発目のあの決定機をぶち込んでれば、まあ、勝てたのになというか、惜しかったなお前っていう感じでしたね。いやー、アトレティコ別に、チャンスはあったんだよな。ビジャレールにボールは持たれてたのに、勝てない試合じゃなかったし、負け方もちょっと、ジェラール・モレノのせいでめちゃくちゃムカつくし、みたいな、アトレティコファンからしたらね、最悪に近いような終わり方だったんじゃないかなと思います。一応、ビジャレールの選手の方を話しますと、ホイス君、かなり良かったんじゃないかなと思いました。対人が割と強く、ドリブルでの推進力もあり、パスもね、しっかり打つことができますし、ホイス君結構万能というか、サイドバックに必要とされていること、すべてが高水準にできている印象がしましたので、チャビがね、彼のことを欲しがるのはなんとなく分かっちゃいましたね。多分、あれをアラウホにやれっつっても難しいと思いました。まあでも、アラウホの方が早いし、対人は強いんだけどね。そして僕の推しと言っても過言ではないパウトーレス。前線からアトレティコのプレスを受けて、積んだかなと思ったら、サイドチェンジを行い、彼のサイドチェンジによって、ビジャレアルは継続してボールを保持することができましたし、前半の最初の方にあったんですけど、パウトーレスがボールをドリブルで運びながら、前線の選手の裏抜けに対してね、スルーパスを出してたりと、やはりパス精度も素晴らしかったですし、ディフェンス面ではね、アトレティコのストライカーたちの裏抜けのケアもしっかりしてましたし、本当にユナイテッドに来てくれないかなと思いました。まあ、若頭もめちゃくちゃ良かったんだけどね。そして他にも、得点したピノ君もかなりいい感じだったと思いますし、途中交代したんですけども、ロチェルソも結構存在感があったような気がします。そして再びアトレティコの選手の方を振り返っていきますと、やはりレイニュードの対人性能は高く、結果的にね、今回は2失点してしまいましたが、レイニュードはあんまり悪くなかったんじゃないかなと思います。そして途中で交代してしまいましたけども、ジョレンテも積極的にチャンスを作ろうと動いておりましたし、ジョレンテはモラタやフェリックスとね、いい感じの連携を見せていたような気がしました。割とグリズマン中盤で起用しても、まあ悪くないんじゃないかなとは思いましたね。あのロングシュートがね、この試合でも決まっていたら、恐ろしかったというか、まあグリズマン本当に帰ってきたなっていう感じはしたと思うんですが、今回は不発ということで、まあちょっと残念でしたね。まあ今後、積極的にああいうのを打っていって、まあ決めていってくれることを願うしかないのかなと思います。今回、好スタートだった第1節から、いきなり最悪な負け方をしてしまいましたが、全てが悪かったわけではないので、次のバレンシア戦に切り替えていくしかないんじゃないかなと思います。個人的にね、ニコがアトレティコの選手相手にどの程度やれるかっていうのも楽しみですし、ガッツーゾ監督がね、どういうサッカーをしてるのかっていうのも結構楽しみなので、次のアトレティコの試合もね、注目なんじゃないかなと思います。さあ、次はマドリーの話していこうと思います。さあ、これまでマドリーで潰し屋として君臨していたカゼミロがね、我々ユナイテッドに移籍してしまいましたので、今回の中盤は、カマビンガ、チュアミニ、モドリッチの3人が中盤を務めておりました。クロスはね、今シーズンで契約が一応終わりで、ワンチャン引退するんじゃないかっていう説も流れてたんでね、個人的にはクロス引退して、そっからユナイテッド来るでもまあ結構綺麗だった気がしますけど、カゼミロ自身はね、チャンピオンズリーグを制覇した時点で、もうマドリーでやることなくねみたいになってたっぽいんで、難しいよね。マドリーでやることないもんね。ロナウドがいるマドリーでチャンピオンズリーグ3連覇できちゃったし、ついにロナウドいなくてもね、リーグもチャンピオンズリーグも制覇したし、スーパーカップでね、MVP にもなっちゃったし、それだけやってね、モチベーション保ってくんねっていうのも結構難しいし、まだ他のクラブでね、バチバチに活躍しようと思えばできるじゃないですか。年齢的にも、フィジカル的にもね。だからまあ、しょうがないっちゃしょうがないのかなとは思います。ユナイテッドでね、バチバチに活躍してくれると思うんでね、まあ、ぜひマドリーディスタの方はね、一緒にユナイテッドの試合もね、配信もしてますし、振り返り動画もバチバチに出してるので、これを機にユナイテッド一緒に応援しても楽しいんじゃないか
かなと思います。前節のチュアメニはねあんまり良くはなかったんですけども、今回のチュアメニはカゼミロが出ていったので、新時代は俺が作ると言わんばかりの活躍を見せておりました。先にねスタッツの方を言ってしまいますと、インターセプト3回、7戦5勝のデュエル、クリア4回、ドリブル突破3回でパス成功率 90%、 そしてキーパス3回と攻守ともにえげつない成績を出しておりました。キーパスとかドリブル突破成功数とかさ、カゼミロにはできなかったことなんじゃないかなと思います。いや本当にチュアメニ良かったっすよね。まあチュアメニは良かったんですけども、今回カマビンガはねいまいちだった印象を受けました。その理由はね、僕自身がかなりカマビンガのことを評価しているというか、結構えぐいやつだっていうイメージがあったんですけども、なんかいつもと違って落ち着きがあんまりなかったというか、もうちょっといつも通り冷静にプレーしてもいいんじゃないかなとは思いましたね。いつも通りのプレーができればね間違いない選手の一人だと思いますので、まあまだまだ若い選手ですし、まあ、そんなにすげえ気にすることではないのかなと思います。まだまだカゼミロ、クロース、モドリッチの3人までには及ばないと思いますが、カマビンガとチュアミニ、あとバルベルドを含めた新三重種のクオリティというのはかなり若い年齢で出来上がっていくんじゃないかなと思います。せっかくなんでね、他の新三重種候補バルベルデについてもここで触れちゃうんですけども、バルベルデはね右ウィング起用結構多いですけども、この試合でねバルベルデ中盤で起用される時間があったんですが、正直その時の様子を見ますと中盤で使われた方がまあ彼は生きるんだなと思いましたね。しかしねウィング起用が悪かったのかというとそういうわけでもなく、今回決めたシュートは非常に良かったと思いますし、この試合でも走り回りしっかり活躍できてたと思います。まあでも中盤でね起用されるにはね、モドリッチの壁が高すぎる問題があるので、まあある種仕方ないのかなとも思います。まあ最初の方にね結構選手の話しちゃったんですけども、試合の方も振り返っていこうと思います。結果的に4対1で勝ったものの、試合序盤はどちらかというとマドリの方が押され気味でして、おいおい大丈夫かっていう展開が続いてました。そしてね即座に PK 合戦が始まり同点となり、その後は慌ただしい試合展開が続き、前半終了間際にマドリッチ先生がえげつないゴラッソを決めまして、マドリは逆転して前半を終了することができました。あのモドリッチのゴールはねカゼミロに向けてね頑張ってこいよっていうバイブスを感じるシュートだったと思います。そして後半はね徐々にセルタのプレスに慣れていき、前半と比べてかなりマドリーはボールを冷静に回すことができ、カウンターでビニシウスがバッチリ仕留めて3点目が入り、4点目も綺麗にチュアメニ、ビニシウス、ベンゼマかと思いきやバルベルデがそこに走ってって、バルベルデが4点目を決めました。そしてそれだけでは終わらず、途中から入ってきたリュディガー先生がね半端ない持ち上がりを見せまして、その流れでベンゼマが PK をもらい、ベンゼマが蹴るかと思いきやアザール先生にベンゼマが PK を譲り、しかし結果的にねアザール先生は PK を外してしまい、まあちょっと、まあ、微妙な感じになっちゃいましたね。その後アザールと同じタイミングで出てきたアセンションにもチャンスがあったんですけども、チャンスを仕留めることができず試合が終わってしまいました。そしてマドリー全体の話をしていきますと、全体的に攻撃も守備も流動的で良かったと思います。守備の面では特にプレスの連動が良くなっている感じがしました。マドリーでねあんまりプレスするイメージがなかったですけども、プレシーズンからまあ徐々にプレスを試していき、徐々に徐々に完成度も上がってる感じがしますので、終盤にはプレス完成するんじゃないかなと思います。加えて攻撃面ではねカウンターの威力が増している気がしますし、ビニシウスも昨シーズンだけではなく今シーズンも問題なく健全であることを示してましたし、相変わらずあのスピードっていうのはね脅威なんじゃないかなと思います。そしてモドリッチのゴラッソもえげつなかったですが、バルベルデのミドルもね今回決まりましたので、今シーズンバルベルデのミドルもしっかり機能していくようになったのであれば、カウンターもロングシュートもね武器になると思いますので、得点パターンが増えていき、マドリーはさらに厄介な存在になるんじゃないかなと思いました。序盤に行ってしまったんですが、チュアメニの覚醒が素晴らしく、カゼミロより攻撃に参加することができそうですし、カゼミロを超える中盤の選手に今後なっていってもおかしくないんじゃないかなと思いました。カゼミロがねマンチェスターの方でこの試合を見てたのであればかなり安心したと思いますし、もうユナイテッドの試合の方にね集中してるんじゃないかなと思います。マドリーとしてはねチームとしていい感じでしたし、未来の可能性っていうのもね感じることができたので、本当に素晴らしい第2節が終えたんじゃないかなと思います。正直バルセロナよりね組織的に攻撃も守備もやってたような気がして、バルサがマドリーっぽくなってって、マドリーに結構チームとしての一体感みたいなのが出てきつつあるので、この立場逆転現象みたいなのが面白いなと思いました。そして次節第3節の相手は2連勝中のベティスと
ということでございます。どうやらねベティスのイグレシアスはね2試合で3得点しているみたいなので彼には結構注目がいくんじゃないかなと思います。そしてラリーが第2節終了時の順位はこのようになっております。ビジャレアル、マドリー、ベティス、オサスナが2連勝となっております。この2連勝した4チームにねバルセロナ、アトレティコ、ソシエダはね追いついていけるよう頑張っていくしかないかなと思います。そしてビジャレアルはねアトレティコ戦を見る限りなんですけども移籍でね主力選手がどこかに行かない限りは今シーズンかなり手強いかなと、かなりエメリの戦術もね浸透してますし、エメリがやりたいことをね皆さんできる技術を持ってますので、厄介な存在になっていくんじゃないかなと思います。バルセロナは次節バジャリードと戦うことになっており、マドリーがエスパニョールで、アトレティコがバレンシア、ソシエダがエルチと戦うこととなっております。振り返り動画遅くなってしまいましたが、次節の振り返り動画は同じタイミングで出そうかなとは思ってますが、まあどうなるのかは分かんないです。まあ一応これぐらい遅くても大丈夫だよっていうのもちょっと聞きたいので、コメント欄の方に意見を出してくれると幸いです。そんな感じで今日は終わろうかなと思います。それではまた配信なし動画でお会いしましょうってことで、おやお